こんにちは、サルウィンです。いきましょう。ガンダムは、セルフトーナメント、あり合わせトーナメント、第1試合の第1回戦、2試合目。めっちゃ手作業感バリバリね。編集ね、多分結構動画長くなっちゃうとね、私の編集ソフトは多分無理があって、あんまね、がっつりやれないんですけど。というわけで、1回戦目終わったんで、2回戦目行きましょう。ちょっとね、思った以上に動画長くなっちゃったから、1試合ずつ撮ることにしました。本当はね、通す予定だったんだけど、編集で繋げられっかな。一応、ちょっとできたらやってみます。というわけで、前回、緑ウィーン2対、木星帝国デッキ、戦ったんですが、1試合目はなんと、木星帝国デッキを通りました。予想外でしたね。というわけで、2試合目は負け戦で、こちらから緑目に先行でいきたいと思います。会場、すでに切ってはあるんで、まあ、不正はないです。不正はしたくないね。まあちょっとね、悲劇が出た感もあったけどね。若干ね。なんか緑ウィーニーのプレイング怪しくねっていうところいっぱいあった気がする。まあ、それは多分私が久しぶりだからってなったんだけどね。まあ、4チェック。これでも、いや、出たねー。ノージーってやつですね。これ本当に公開するんですけど、ノージーがなかったら、公開した場合は、また6枚で引き直しができます。これなかったら悲惨だな。てか、ちなみに、タメージ6枚しか入ってない構築だから、これ。危ないね。それにちょっとこっちやるか。おお、強っ。積み込みのような強さなんだけど。本当に、キープ。 そうでしょ。あれ、これ勝っちゃうね。木星帝国デッキ、まさか。こっち事故ってっからね、今。あ、わかんない。まだここで地抜き切れれば全然だし、先行取れれば話変わってくるんだけど。あ、でもこれ、1ターン目ジオニーズも置くと、せっかくのコンボ決まんなくなるからね。これは、まだわかんないよ。この2、これ超重要だね。このシャッフル。勝った超重要ですね、これは。前も言ったけどね、このファローシャッフルはあんまり良くないんで、おすすめしないです。やるなっていう感じだけどね。まあ、結構切れるんですけどね、ほんとね。6まで引き直します。さあ、ここだよね。あ、あるある。あ、やれる。あ、強っ。強っ。おっと、こっちはこっちで強え。なんと、あ、コンボがせっかく、これ、こっち、木星帝国ですごい気持ちよくいきそうなのに、この負け戦というルールでやられましたね。いきましょう。はい、ガンダム初代でプレイします。これは、ハモン乗るか？乗るか。いや、でも慌てることないか。アタックできるときでいいと思うんだよね。キャラクターがプレイできなくなるタイミングはないから、これ。いやー、ユニットロック入りました。あ、悔しいですね、これはね。うって感じになってますね。これ以外生命線なかったのにね。まあでも逆に言うと1ターン目にファットアンクでやっても成功しなかった可能性がある。ターンエンド、ドロー。おお、全然負けた。で、ユニットのプレイができない。せっかく華麗なコンボが決まりそうだったんですが、まさかのジオニズムが刺さっていく。この展開熱いですね。さあ行きましょう。ターン、タッチチェンジでこちらですね。コマンドがプレイできません。ドロー、おー。あ、強い。キチゲン引いてくる。強い。あ、これは多分、今回緑ウィニーの勝ちですね。ハモンこっちかないと、シャアこっち乗せたいから。で、ジオニズム2枚目貼るじゃないですか。もうこれね、結構クソゲー入りますね。ユニットとコマンドロックが入りました。センドウェイズ。宇宙地球。止められません。1、2、3、4、5。5点で、機関ステップにクラウルハモンの効果使います。この方は戦闘エリアにいる場合、敵軍本国の上から3枚を見ます。その中にあるカード1枚を敵軍ハンガーに移してあげるよ。あ、それハンガー用意してなかったな。で、残りを廃棄します。まあ、手札見てない手になるけど、まあ、密約はあげないでしょう。絶対あげない。あげるとしたら、あえてロマン、お前にはファットアンクルをやるよという挑発かな。ジェネもあげないと思う。で、ファットアンクル、これハンガーね。ハンガーこっちにする。ちょっとわかりづらいけど。まあ、手札であるかのように使える場所ですね、ハンガー。ハンガーの場所用意しなかったわ。ハ
ハンガーね、ハンガー。ハンガー困ったな。ちょっと分かりづらいな。戦闘入れたら別にこの辺ね、この辺ハンガーにしようね、一応。で、こちらのターン、じゃなくて、帰還して終了ですね。で、ドローするんですけれど、今、ジェネと、ジェネじゃないや、ユニットとコマンドがプレイできないと。華麗に育っていくね、ファットアンクでこんなにあるのに。負けフラグ、ビンビンですね。アイチェンジで、ターンエンドでやることないんで、育ったね、12分。コマオペ。オペコマでもいい。で、ドローします。あ、でもコマンドプレイできないんで、世界の再編プレイできませんね。このまま戦闘エイド入りますと何もないですね、宇宙地球。5点入ります。1、2、3、4、5点。帰還ステップ。まあ、実質8点入ってるからね、これね。プラルハモン。3枚見ます。はい。今現状落ちてないから、あ、蹴りレズナー上げるよ。はい、全然落としますね。バーン。鬼だ。鬼すぎる。で、オペコマですね。ここでやってユニットがプレイできる。ドローします。でもジェネがないんだよね。ジェネが止まっている。で、ハンガーややこしいけど、でも手札バーストしたから1、2、3、4。あ、待って。そうだね。今、7枚目引いたのか。で、ここでもう手札からプレスしかないね。ファットアンクル。でも赤字がないんだよね、今ね。もう事故ってるね。クラウルハモンが強かったかも。1、2、あ、失礼。3、対象なし。対象なし。これ積みましたね。お疲れ様でした。うん。で、ターン変わります。オペジェネですね。で、ジェネが2ターン連続プレイできない時が来るんですよ。この時点でだいぶ詰んでますね。ドロー。ゲリラ持ってる。で、パンチ、宇宙地球。いやー、クソゲーになっちゃいましたね。まあ、しょうがない。帰還ステップ、クラウルハモン。3枚。あ、ゲリレズナーもう1枚あげますよ。はい、こう。で、世界の大変プレイします。コマンド今打てるんでね。マックス4だっけ？そうだね。1、2、3、4。4資源払って5枚見ますね。5枚。1、2、3、4、5。その中にあるカードを、4枚。4枚配置しますね。5枚見ます。その中にあるカード4枚配置しますね。あ、でもケリーレズナー上げちゃってっから、あ、あ、って感じだね。とりあえずこれ残すか。でも赤字がないんだよね、よく考えたら。逆にカングリジョ上げてもいいのか。もう赤字が今2ないから釣れないんだよね。そしてこれ釣られるとちょっとだけめんどくさいから、これ上げます。あ、でもこれボトムにもいけるんだよね、よく考えたら。で、4枚払って、あ、でも相手が選ぶんだね、相手が。ズバーン、4枚捨てます。えぐい打点だ。で、トップにいらないから、まあ、ボトムにしますよねって話になる。はい。で、帰りますね。クソゲーだ。クソゲーになってしまった。で、オペ G がプレイできないでしょ？もう2ターン G プレイできないんで、詰みですね、これね。ドロー。2、3、4、5、6、7枚。何も手札からプレイできない。ハンガーからハットアンクロ、泣けなしのハットアンクロプレイします。1、2、あ、エレファンテやりましたね。これも戻します。で、エンド時に、まあ、ケリーもプレイできないんでね。エンド時に攻めて軽いところいないですね。とりあえず、ディスカード、手札上限7枚なんで、あ、7枚、6枚なんで、7枚以上にやったら捨てます。終了。で、次が、ユニットとジェネ。もうクソゲーですね。クソゲーでございますね。まあ、どっちにジェネ引いてないんだけどね。まあ、ドロー。あ、1枚制限ユニットなんで出せませんね。まあ、ユニットのチンチプレイできないんで。戦闘兵団入りますね。これどうだろう残り本国は。いや、まだ終わんないですね。なんならば変わらないかな。あ、でも、打点高い方が宇宙の方がいいかな。地球宇宙で。キャッチします。3点。1、2、3。これは無理ですね。無理ゲーですね。完全に。で、ダメ判にファットアンクル破壊しました。
キャセットクラウルハーモン使います。3枚見ます。あ、ジェネは上げたくないんで、そうですね、スピード機能ちょっとめんどくさいんで、あ、エレゴルダー上げます。いただきます。はい、帰りました。で、ユニットとジェネがプレイできないですね、カジマさん。まあ、エレファンティがとりあえず立ちましたね。ドロー。ジェネが置けません、ジオニズムの効果で。これは積んでいるか。ちょっと泣く泣くディスカードをしてターンエンドですね。何もできない。これ、補給も得れないんでね、宇宙地球のあれなんで。何でもいいですね。あ、でもディスカードする前にちょっと待ってください。次のターンコマンドプレイできなくなっちゃうんで、ハイビーエリア、指定でゲリラ打ちたいです。どうでしました。確かハイビーエリア1つからハイビーエリアも言えたよね、これね。敵軍ハイビーエリア、どうでしました。いや、クソゲーでございますね。ディスカードしてターンエンドでございますね。もう投了してもいいレベルだね。で、次、ユニットとコマンドですね。はい。リドルします。ドローします。クロスが乗ります。残り本国は1、2、3、4積んでますね。宇宙からパンチ。射撃薬からこうする？はい。1、2、3、4。ありがとうございました。強かったね、バリガンしたのに。これむしろ仮にだけど、いけてたのかな。いけてたんじゃないこれ。多分この2枚あったから、ファットアンクル、あとジオニズムさえなければ、いけてたかもね。いちいちになってしまった。どうしようかな。この試合早かったな。早かったんだけど、一応1試合ごとにしとこうかな。なんか取れなかったら嫌なんで。いや、次の試合がめちゃめちゃ長くなる可能性もあるので、一回ここで切りましょう。はいっす。編集点。